タラホーマ方面作戦、タラホーマ方面作戦、タラホーマ方面作戦、A、タラホーマキャンペーン、または、中部テネシー方面作戦、A、ミドルテネシーキャンペーンは、南北戦争中の1863年6月24日から7月3日まで行われた一連の戦闘である。北軍、ウィリアム・ローズ・クランズ少将が指揮する。 カンバーランド軍は強固な防御陣地から南軍ブラックストンブラック軍の指揮するテネシー軍を追い出し、南軍を中部テネシーから駆逐し、テネシー州チャタヌーガに脅威を与えた。タラホーマ方面作戦は南北戦争でローズクランズが成したほぼ間違いなく最も意義ある功績であり、歴史家たちは両軍にほとんど損失がなかったにもかかわらず意味ある目標を達した。 輝かしい作と記述した。しかし、同じ時期に行われた、ゲティスバーグの戦い、7月1日から3日や、ビックスバーグ方面作戦、7月4日決着における、北軍勝利の影に隠れ、敵軍もほとんど手つかずの状態だったので、9月の、チカマウガの戦いでローズクランズの悲惨な敗北に、繋がってしまった。ローズクランズとマーフリーズバラのブラックとの間で、戦われた、 ストーンズリバーの戦い、1862年12月31日から1863年1月2日が損失を出し、戦術的には引き分けに終わった後で、ブラック軍は約30マイル、48キロメートル南、ダック川沿いで、ハイランドリムと呼ばれる尾根の背後に退いた。小集団の将兵が、ハイランドリムを通る山道を守り、騎兵隊がおよそ70マイル。 110キロメートルある前線の両側面を守った。ブラックはテネシー州タラホーマに作戦本部を置き、ローズクランズが前進して重要な鉄道結節点であり、北部ジョージア州へは玄関口にあたる戦略的都市チャタヌーガを占領することを心配した。ブラック軍の騎兵隊はその広い前線に広がっていたが、これはローズクランズがその軍隊配置の向きを ブラック軍に交代を強いるかあるいは不利な位置で戦うことを迫ることができるかという戦術レベルの心配もあったからだった。ブラックは攻撃があるとすればシェルビービルの方向にあるとかの容易なガイズギャップからブラック軍の左側面に来るものと考えた。シェルビービルにはレオニダスポーク中将が率いる大型の不評軍団に強力な残酷戦を作らせた。その8マイル。 1 3トル右には、ウィリアム・ J ・ハーディ中将の軍団に、ウォートレースで防御を施せ、チャタヌーガに至る主要道路を守り、ハイランドリムを通る他の3つの道である西のベルバックル・ギャップ、中央のリバティ・ギャップ、東のフーバーズ・ギャップを補強させた。フーバーズ・ギャップはほとんど守りがなかった。そこは、ストーンズ川とダック川を分ける1100フィート、 330メートル幅の尾根の間の全長を4マイル、6.4キロメートルの道だった。この道は大変狭くて2台の二馬車がすれ違うのが、やっとであり、周りの尾根から見下ろされていた。強力な残豪線が構築されたが、わずか1個騎兵連隊が配置されただけだった。この方面作戦後、ブラックはそのタラフォーマにおける不適切な配置について、批判された。ハーディは、 その配置が正面攻撃と側面攻撃の両方に対応するものだったとブラックに告げた。ローズクランズは占領したマーフリーズバラに6ヶ月間もその軍隊を止め補給や訓練に時間を使ったが抜かるんだ冬の道路を進むことを躊躇したからでもあった。エーブラハムリンカーン大統領、エドウィン・スタントン陸軍長官及びヘンリー・ハレック総司令官からは ブラック軍に対する作戦行動を再開するよう何度も要請を受けていたが冬と春の間はそれらを跳ねつけていた政府の一番の心配事はローズクランズが怠惰に動かなければ南軍がブラック軍の一部を動かしてユリシーズ・グランと少将がビックスバーグにかけけている圧力を弱める試みに向かわせることだったリンカーンはローズクランズに当てて 私はあなたに無分別な行動を取れというのではないが、無分別は問題外として、ブラックがグラントに対抗するジョンストン軍の支援に動かないように最善を尽くすことを絶望している、と書き送った。ローズクランズは、もし彼がブラック軍に対する行動を開始すれば、ブラックが全軍をミシシッピ州に動かし、グラントのビックスバーグ方面作戦を脅かすことに、 なる可能性があるので、ブラック軍を攻撃しないことでグラントを助けているのだという言い訳で答え。ハレックは、ローズクランズの言い訳に号を癒やし、ローズクランズが動かなければ解任すると脅したが、最終的には、ローズクランズが政府に打った電報の費用に対して抗議しただけだった。ブラック軍は、ローズクランズの地帯に苦しんでいた。その軍隊が占拠していた。 バーレンズと呼ばれる地域は農業には不向きな地帯であり、ローズクランズ軍が攻撃してくるのを待つ兵士を養ってくことが難しくなっていた。皮肉なことに、ブラック軍はジャタヌーガから鉄道で動く南部の農産物を守るために駐屯していたが、これら農産物の大半は東部のロバート・イーリー将軍指揮する北ジニア軍に送られるために、 自分たちは上に近い状態になっていたということである。ブラックの部下の将軍たちは、ケンタッキー方面作戦、ペリービルの戦いや、ストーンズリバーの戦いで示された、ブラックの士気に不満を持ち反乱に近い状態になっていた。アメリカ連合国大統領ジファーソン・デイビスは、ジョセフ・ジョンストン将軍を、軍隊の状態を調査させるために派遣することで、苦情に応えた。デイビスは、 ブラックより上官であるジョンストンならば、事態に欠けているところを見つけ、野戦で軍隊の指揮を取り、ブラックをなだめてくれると見ていた。しかし、ジョンストンが現場に到着すると、テネシー軍の兵士が比較的良い状態にあることが分かった。ジョンストンはブラックに、南軍でも最も統率が取れ、武器があり、装備がありさらに規律がある軍隊を持っていると告げた。 ジョンストンはこの事態を利用して自分の利益にしようとしていると人々が考えることを恐れ指揮を取ると示唆するようなことは明白に拒んだ。デイビスがジョンストンにブラックをリッチモンドに派遣するよう命令したとき、ジョンストンはブラック夫人のエリーズが病気であることをよしに遅らせた。エリーズの健康が回復したとき、ジョンストンの方がセブンパインズの戦いで受けた傷の長引く。 治療の問題で指揮を取ることができなかった。冬から春の間、両軍ともに彼らの好みではあるまがいして利益の薄い騎兵隊を襲撃に送り出すことに没頭した。ブラック軍のおよそ3分の一は騎兵であり、実行数で1万6千名と北軍の9千名を上回っていた。2月に南軍ジョセフ・ウィーラー少将が2個騎兵旅団を指揮し、 ドネルソン砦を襲撃したが、ドーバーの守備隊を捕獲できなかった、ドーバーの戦い。またカンバーランド側では、北軍の襲運を混乱させることもできなかった。3月、ローズクランズは、ブラック軍の通信線を遮断するために文献隊を送ったが、トンプソン駅の戦いで降伏を強いられた。3月にはまた、南軍霊山ベッドフォードフォレスト巡将が、 シュビルディケーター鉄道のブレントウッド駅でローズクランズの通信線を襲ったブレントウッドの戦い。南軍ジョン・ハント・モーガン准将はオハイオ州とペンシルベニア州でその有名なモーガンの襲撃を遂行した。騎兵の歴史家スティーブン・ゼットスターをして軍事的狂気と言わしめた。この作戦はモーガンの逮捕で終わった。ジョンストン将軍によってテネシー軍の地域に派遣された。 R 番ドン・少将はその使命が不確かであり、どこでジンドルか誰の下に着くかも知らなかった。バンドーンは2月から5月にローズクランズの通信線を遮断するのに失敗し、3月にはスプリングヒル北での小さな騎兵船2回を含む襲撃に関わり、4月にはアラバマ州でストレートの襲撃の最中にあった北軍、アベルストレートのフォレストによる追跡と捕獲に関わった。 5月にバンドーンは民間人に殺害され、フォレストがブラック軍左側面の騎兵隊指揮を取った。バンドーンがミシシッピ州から連れてきた騎兵の大半は5月に故郷に送り返された。この期間に南軍は4000名の騎兵を失ったが、ローズクランズ軍の供給船に脅威を与えた。北軍も3300名の騎兵を失ったが、ほとんど見返りはなかった。 6月2日、ハレックは電報で、もし、ローズクランズが動こうとしないのであれば、その部隊のいくらかを、グラント軍の支援のために、ミシシッピ州に送ることになると伝えた。グラント軍はその時までにビックスバーグを包囲していたが、背後から、ジョンストン軍に襲われる可能性があった。ローズクランズはその軍団都市団の指揮官たちに、質問状を送り、ブラックはそれまで、ミシシッピ州にいる。 ジョンストン軍に、それなりの軍隊を派遣していないこと、カンバーランド軍を前進させることは、そのような派遣を妨げることにはならないこと、及び、即座の前進は良い考え方ではないことを示して、自分の立場を文書で支持してくれることを期待した。部下の上級将軍17人のうち15人は、ローズクランズの立場を支持し、進軍しないという案は全員一致で賛成された。 唯一不満を表明したのは新しく配属になった参謀長、ジェームズ・ガーフィールド巡将であり、即座の進軍を推奨した。歴史家のスティーブン・ E ・ウートワースは、ガーフィールドの意見表明がワシントンに与える政治的印象を最も心配していた可能性があると言った。6月16日、ハレックは電報で不愛想な伝言を送った。即座の進軍を行うつもりか イエスかノーか明確な答えをこう。この最後通帳に、ローズクランズは、もし即座というのが今日か、明日というとなら答えはノーだ。それが、すべてが整えば、すぐにということなら、例えば5日後ということなら答えはイエスだ。と返信した。それから7日後、6月24日の早朝に、ローズクランズは、カンバーランド軍がブラック軍に対して、進軍を始めたと報告した。 ローズクランズが指揮する北軍のカンバーランド軍は、方面作戦の開始時点で5万名、内し6万名の戦力だった。次の主要な組織で構成された。ブラックの指揮する南軍のテネシー軍は、約4万5千名だった。次の主要な組織で構成された。この方面作戦の最初の動きは、実際には6月23日に始まった。 グランジャー指揮下の予備隊の一部とミッチェル指揮下の騎兵士団がマーフリーズバラからマニシのトライユヌに動きネイリな陽動業を始めた。これはブラックが想定していた北軍の主力攻撃はシェルビービルの方向にある南軍左側面から来るということを実際に演じようとしたものだった。同時に第21軍団ジョンパーマーの師団は南軍の右側面の向こうブラディビルに移動し、 そこで、南軍の騎兵隊を押し返し、マンチェスターの方向に進んで、南軍の背後に回り込めるものとされてた。ローズクランズがその軍団指揮官たちに、これからの方面作戦について詳細な命令を伝えたのはこれらの動きが進行中の時だった。ローズクランズの念入りな作戦は、この6ヶ月間を使って、広範な訓練を行ったその試験を考えたもので、あり。 グランジャー軍団は左翼に動き、シェルビービルの接近路を抑え、軍隊を大きく右旋回させることだった。ブラックの注意は強固に防御を施された、シェルビービルに向けられており、トーマスの軍団はマンチェスターパイクを南東に進軍し、ハーリー軍団の右側面があるフーバーズギャップに向かうこととされた。この道はほとんど守備隊がいなかったので、ローズクランズの作戦では、 速度が重要だった。ローズクランズは、春の間に、騎兵の増強を繰り返し求めていたが、ワシントンに、拒否されており、1個不評旅団を騎兵として装備させる、許可は得ていた。レーノルズ師団のジョン・ティ・ワイルダー大佐旅団、第17及び第72インディアナ連隊と、第98及び、第123イリノイ連隊は、田園地帯で、馬やロバを見つけ、 白兵戦のために長い柄のついた長蛇を装備したので、この旅団は、冷賞的に、長蛇旅団と呼ばれることになった。そのより強力な武器はスペンサー7連発ライフル銃で、あり、全員が携行した。ワイルダー旅団は、機動性とか力を有しただけでなく、フーバーズギャップが補強される前に吸収することに、必要とされる部隊として高い指揮をも持っていた。ワイルダーの旅団は、 初日の戦闘でフーバーズ・ギャップへの急行とそこを占領することに成功し、その結果、稲妻旅団というあだ名ももらった。対する第一ケンタッキー騎兵連隊は、短時間小り合いを演じて圧力のもとに交代したが、十分に餌を与えられた稲妻旅団の馬たちの前には、フーバーズ・ギャップに届かなかった。ケンタッキー連隊は舞台ごとにバラバラになり、 南軍にとって不運にも騎兵隊の任務であるはずの、その上官の作戦本部に北軍の動きを伝えることを怠った。ワイルダーはその騎馬旅団のかなり後方に主力不評部隊の支援があったが、南軍の援軍が到着できる前にその道から押し出し確保しておくことに決めた。南軍ウィリアム B ・ベート准将の旅団が、ブッシュロット・ジョンソン准将の師団といくらかの砲兵の支援を得て、 ワイルダーの陣地を襲ったが、スペンサー銃の集中射撃で後退させられ、146名の死傷者、その部隊のほぼ4分の1を出し、ワイルダー隊の損失は61名だった。ワイルダー旅団は、第14軍団の主力不評部隊が到着するまで、フーバーズギャップを死守しその後の攻撃にも、地を守った。軍団指揮官のトーマス将軍は、ワイルダーと握手して、 今日の勇敢な行動であなたは何千という命を救った。私は3日間かけてもこの道を確保できるとは予想していなかった。と告げた。6マイル10キロメートル西のリバディギャップでは同じような戦闘が起こった。マクック軍団の先遣隊は TJ ハリソン大佐の指揮する第39インディアナ連隊であり、やはり馬に乗りスペンサーライフル銃を装備していた。 彼らに敵対した数人の南軍哨海兵を捕虜に取り、リバキギャップにはほんの2個連隊しかいないことを見出した。マクックは主力不評部隊の到着を待つまでもなく、オーガスト・ウィリッチ巡将の旅団にできる限り素早い前進を命じた。ウィリッチ部隊は道路の両側に1個連隊ずつを配置して、斜面を駆け上が、強壁に対する正面攻撃は実行不可能だったので、 南軍セントジョン・アール・リドル巡将とパトリック・クリバーン巡将の旅団に対する激しい側面攻撃が起こった。ウィリッチ部隊を支援するために二番目の旅団が夕方に到着した時、北軍はリバティギャップの南入り口から半マイル0 8キロメートルを仕込んでいた。この方面作戦の一日目は激しい雨の中で遂行され、その天候は十七日間も続くことになった。 この作戦中に、北軍兵は、タラホーマという名前がギリシャ語で、タラは泥、ホーマは、さらなる泥を意味するというユーモアのある噂を広めた。この天候で北軍の進行は遅らされたが、この日は、カンバーランド軍によって、ローズクランズの作戦の絶対的に欠陥のない行を、記した。北軍は、ハイランドリムで2つの重要な道を確保し、ブラック軍の右側面を向く位置にいた。 6月25日、ベートとジョンソンは、フーバーズ・ギャップにいる北軍を駆逐しようという試みを再開し、一方、クリバーンは同じことを、リバティ・ギャップでやった。双方ともに不成功であったが、クリバーンは、北軍の援軍が到着するまでの、しばらくの間ウィリッジ部隊を交代させ、第77ペンシルベニア連隊に20%の損失を出させた。 ローズクランズはそのカンバーランド軍を前進させ、道路がぬかるんできたので停止させた。しかし、この昇降状態の間、ブラックはその騎兵隊指揮官たちが信頼できる情報を伝えてこなかったためローズクランズ軍に対抗する有効な措置を取らなかった。ホレストは北軍右側面の攻撃が弱いということを伝えなかったし、ウィーラーはクリッテンデン軍団がブラディビルを通って、 ブラックの後方に回り込んでいることを報告できなかった。ブラックは6月26日になって、自軍の右側面の戦闘が重要であり、左側面の行動は陽動に過ぎないことが分かった。ブラックは、ポークの軍団に夜間に行軍し、ガイズギャップを通って、マーフリーズ場に向かい、リバティギャップにいる北軍を後方から攻撃し、一方ハーディには全面から攻撃するよう命じた。 ォークはその任務の難しさに抗議し、ブラックはトーマス軍団からの脅威を認識するようになって、その攻撃を結局は中止した。一方、ローズクランズはマクックにリバティギャップから退き、北のハイランドリムの上演周辺部に移動し、フーバーズギャップでのトーマスの突破を有効に利用するよう命令した。ハーディもまた、ブラックの抱える困難さを助長していた。 過去数ヶ月でテネシー軍の将官たちの間に広がった不審で戦略について直接の話し合いがほとんど行われず、ポークもハーディもブラックの作戦をしっかりと把握していなかった。ハーディはタラフォーマの陣地が不適切であることをこぼしていたが、ブラックやジョセフ・ジョンストンが戦略的立場を利し、ハーディ自身が彼らの作戦について十分な知識がないと考えるよりも、 歴史家のスティーブ・ニー・ウッドアースが述べているように、彼、ハーディは単にその状況を前から持っていたブックは、バカだという考えを証明するものとしており、さらに流れの中で、その指揮官がバカである軍隊を救うために最善を尽くすことを追求した。その考えに沿ってハーディは、フーバー・アッツ・ギャップにいるアレクサンダー・ピース・チュアート少将の、舞台に、ウォートレース方向に尻くよう命令した。もし彼が、 マンチェスター方向に退いておれば、経路沿いにあった絶好の防御陣地を使って、ローズクランズ軍の進行を遅らせ、ブラックが反撃を実行できたであろうが、単にトーマスの突破をさらに有効にしただけで、ブラックには6月27日にタラホーマへ向けて、ポークとハーディに交代命令を出すしか選択肢をなくさせた。ワイルダーの旅団は6月27日の午前8時に、 マンチェスターに到着し、その師団が正午までに街を占領した。ルソーとブラノンは、スチュアートが尻属に従って、その師団をオートレースまで進ませた。西方では、グランジャーとスタンリーがガイズギャップを前に、まだ G 行動をしていたが、前進を試みる命令を受けた。スタンリーの騎兵隊は、容易に南軍の反撃を押しのけ、この時は、ポーク軍団の撤退で、 ほとんど放棄されていたシェルビービルの教壁に接近した。いくらかの抵抗勢力が残っており、ロバート HG 民地大佐が自らミシガン騎兵のサーベル旅団を率い、教壁を越えて、機上突撃を観光して撤退する南軍兵を追った。6月28日、ワイルダーの旅団は、ブラック軍の後方にある鉄道施設を破壊するための襲撃に進発し、ナッシュビルチャカヌーガ鉄道沿いの 小さな町、南のデチャードに向かった。雨で膨れ上がったエルク川は大きな障害となっていたが、近くの製材所を解体し、イカダを組んでその榴弾砲を渡した。デチャードでは、南軍の小さな守備隊を打ち破り、軌道三百ヤード二百七十メートルを剥がし、南軍の食料で満ちていた装車場を燃やした。翌朝、旅団はカンバーランド山脈のふもとに乗り入れ、 スワニーの街に到着して、鉄道の視線を破壊した。スワニーは、数年前にレオニダス・ポークが将来サウス大学を建設する場所として選んだところだった。南軍の大部隊に追撃されたが、稲妻旅団は6月30日正午までに、マンチェスターに帰り着いた。この襲撃で一人も失わなかった。ブラックはその後方における襲撃に、大きな心配は抱かず、 破壊された鉄道は素早く修復された。その軍隊は防御を施されたタラホーマに入って7月一日に予測されるローズクランズの正面攻撃を待てた。しかし、ポークはその話し合いが一時的にでも持たれないので、軍隊の運命を大いに危ぶんでおり、ブラックに撤退を進めた。ハーディはブラックに全く信頼を置いていなかったので、具体的に撤退を進めることすら拒んだが、 止まって戦うことを奨励することもしなかった。1日後の6月30日午後3時、ブラックはエルク川を渡って夜間に撤退する命令を発した。北軍の攻撃前に撤退することで、ブラックはカンバーランド軍に重大な損失を与える可能性を諦めた。テネシー軍はエルク川下流の陣地を取ったが、ハーディとポークはさらに南の港湾の町へ動くことで、 ブラックを説得した。スティーブン・ E ・ウッドワースは、毅然としてよく寝られている北軍の前進と、常に荒探しし、協力もしない将軍たちがブラックを身体的にも、精神的にもぶち壊したように思われと書いており、またブラックには、体の病が集中しており、痛みを伴う腫れ物もあって、戦線を探るために馬にも乗れない状態だった。 港湾の陣地は守るには不適だったのでそこには7月2日の夜までしか止めまていなかった。ブラックは軍団指揮官たちと相談することもなく、7月3日にチャタヌーガへの撤退を命じた。テネシー軍は7月4日にテネシー川を渡った。フィリップ・シェリダンが指揮する追撃機兵隊は、ブラック軍が川を渡る前にその公営を捉えようと、たが失敗した。 南軍全軍は7月7日まで、ルックアート3近くで露営した。タラホーマは、多くの歴史家たちが、輝かしい方面作戦と考えるものである。エーブラハムリン・カーンは、シェルビー・ビル、タラホーマ及びチャタヌーガでのブラック軍側面攻撃は、私が知っている中でも最も素晴らしい戦略の、作品であると書いた。北軍、騎兵軍団指揮官、デイビッド・スタンリーは、 もし士官学校の学生がモデルとなる作戦の研究をしたいと望むなら、彼にこの地図を与えて、方面作戦での日々の動きに対するローズクランズの命令を渡そう。この戦争でタラホーマ方面作戦ほど見事な戦略が実行された例はない。と書いた。北軍は最小の損失で南軍を中部テメシー州から追い出した。北軍の損失は570名。 戦死83名、負傷473名、捕虜、または不明13名と報告された。ブラック軍に損失の報告書はなかった。その損失は取るに足りない彼は言った。しかし、北軍は主にハーディの軍団から1634名の南軍病を捕獲した。ブラックがテネシーの山脈に乗り入れたとき、 第一テネシー連帯従軍牧師であるチャールズ・クインタード司祭に完全に任されたといい、方面作戦は大きな惨害だったと告げた。ローズ・クランズはその方面作戦が違った状況にあれば受けたであろう、大衆を挙げての賞賛を得られなかった。作戦が終わった日にロバート・イーリー将軍はピケットの突撃を観光させて、ゲティスバーグの戦いに敗北した。 翌日、ビックスバーグ氏は、グラントの下に降伏した。陸軍長官スタントンは、ローズクランズに連邦を撃ち、リー軍は倒した。グラントが勝った。今は、あなたとあなたの高貴な軍隊は反逆者に、最後の打撃を与えるチャンスだ。このチャンスを無視できるかと言った。ローズクランズはこの態度に憤りを覚え、ちょうど今、ビックスバーグの陥落を知らせ、 D の敗北を確認するあなたの嬉しい伝報を受け取ったところだ。あなたはこの高貴な軍隊が中部テネシー州から反逆者を追い出したことを気づいていないように見える。私はこの軍隊のためにそれが地の文字で書かれていないからといってこの大きな出来事を落とすことがないように願う。と返信した。ローズクランズはスタントンが奨励したように即座にブラック軍を追撃し、 反逆者に最後の打撃を与えることはしなかった。停止して軍隊を再編し、山岳地に追撃をかけるという難しい選択を検討した。作戦が再開された時、ブラック軍は一時的に敗北しただけであることが分かった。リーのバージニア軍から援軍を得て、ローズクランズ軍を9月の近間ウガの戦いで攻撃し、西部戦線では、 唯一の意義ある南軍の勝利を収め、ローズクランズ軍をチャタヌーガまで引き返させてそう、包囲した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。